いつもご覧いただきありがとうございます今回は米主要メディアで著名評論家が2023シーズンの大谷選手の活躍を称えている記事がありましたのでご紹介いたします大谷翔平はこの世のものとは思えない企画外の1年を米メディアが激勝大谷は間違いなく野球史上最高今季も球界を大いに彩った大谷翔平 彼が投打で見せつけた異次元の活躍に対する評価は尽きない米メディアジアスレチックがオール MLB チームと銘打ったメジャーリーグ全体のベストナインを選出指名打者部門に大谷がチョイスされたちなみに同メディアでは2年連続での栄誉となった今期の大谷が残した成績を考えれば必然の結果といえよう DH として求められる打撃では打率3割4厘出塁率4割1分2厘 長打率6割5分4輪、OPS1.06644 本塁打95打点さらに20投塁を記録したそれでいて大谷は投手としても23試合に先発132イニングを投げ2年連続となる2桁勝利10勝をマークし防御率 3.14WHIP1.06 脱三振167 1>, 打率1割8分4厘とエース級のスタッツを記録したまさしく異次元の活躍といえようこの堂々たるパフォーマンスに選考を担当した元レッツ GM で現在 MLB のコラムニストでもあるジム・ボウデン氏は大谷は間違いなく野球史上最高のオールラウンド選手だ今シーズンは怪我があったものの再びこの世のものとは思えないシーズンを送ったと絶賛した大谷について常に例外だと強調するボウデン氏は 同メディアで唯一の2年連続選出となった点について球界の超一流選手でも特定のポジションで2年続けて最高のシーズンを送るのはあまりに難しいと指摘したやはり二刀流スター大谷翔平の異能ぶりを褒めちぎっている2年連続でこのリストに選ばれたのは比類なき大谷だけだそう強調するボウデン氏はすでに争奪戦が予想されるコンオフのフリーエージェント契約についても少なくとも5億ドル 約748億円が保証される契約を手に入れるだろうとも指摘しているコンオフ大谷のベースポーツ紙に残る超大型契約の可能性に期待を寄せた史上初となる1シーズン2桁勝利 &40 本塁打以上そして日本人選手史上初の MLB 本塁打王などいくつも金字塔を打ち立てた大谷そんな文字通り歴史的な1年に対する称賛はまだまだ止まりそうにない 最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。